歴史的な円安、物価高に苦しむ庶民を尻目に、税金で、海外出張とは、いいご身分である。ゴールデンウィーク、GW 期間中の閣僚の外遊ラッシュが、今年も繰り返される。岸田首相は5月1日から6日までの日程で、フランス、パラグアイ、ブラジルを訪問する。岸田首相は、南米訪問に先立ち、 フランスのパリに本部がある経済協力開発機構 OECD の閣僚理事会で2日に基調演説を行いマクロン大統領と会談する予定日本の首相としては約10年ぶりとなる南米への個別訪問でも首脳会談を予定しており進行途上国グローバルサウスとの関係強化を狙うという GW 期間中に日本を離れるのは 岸田首相を含め大臣20人中14人すでに外遊へと旅立った副大臣政務官を合わせると計31人が37カ国を訪問予定だ別表が首そ揃えて何しに行くのか OECD 閣僚理事会や G7 会合への出席など目的がはっきりした外遊もある一方政府要人との会談等など曖昧な内容も すべてが物見予算ではないにせよ、ファーストクラスで渡航する大臣は1回あたり1000万から2000万円程度の費用がかかると見込まれる政府関係者というから、出費はバカにならない。2016年5月に野党議員が出した質問主意書への政府答弁によれば、当時1回分の外遊費用は、首相が約2億円、大臣が約3000万円に上る計算だった。 副大臣、政務官が大臣の半分の費用と仮定して、今回の渡航費用を弾き出すと、全体で約8.4億円。費用は2016年の約1.5倍増。16年が平均1ドルイコール108円だったことを加味すれば、足元の水準1ドルイコール160円では、約1.5倍も費用がかさむことになる。今年の外遊も、 例年の規模感と同じなら、単純計算では12.6億円の出費である。個人的に行くのならまだしも、問題は、国民から預かった税金を使って何をしているのかということです。そもそも、台米追従ばかりで独自外交を展開していないのだから、外遊の成果が見えない。だから毎度、物見さんに行っているだけとの批判が出る。 政府にとって慣例になっているだけで、円安、物価高に苦しむ庶民なんて知ったことではないのでしょう。法大名誉教授、五十嵐仁志イコール政治学。しかも、外遊先として集中しているのが欧米だ。最多7人がフランスを訪れ、ついで4人がベトナム、ベルギー、イタリア、アメリカを訪問する。ことごとく円の価値が下がっている国である。 一方、庶民の選択肢は対照的だ。大手旅行会社 JTB の推計では、4月25日から5月5日に、海外旅行に出かける人は、前年比約68%増の52万人の見込みだが、人気旅行先ベスト3は、上位から円安の影響が小さい韓国や、東南アジア、台湾。ちなみに、コロナ禍前の19年のベスト3は上から、 東南アジアヨーロッパハワイだった円安のせいで海外旅行はすっかり高値の花一体どこまで貧乏になってしまうのか以下はネットユーザーの反応をまとめたものです何の成果もない外遊はただの旅行行くだけで金かかるのにさらに金渡して帰ってくるから意味がない自民党のすることは本当に意味がない 自民党は日本を後進国に追いやるだけの無駄な政党でしかありません。気味の悪い政策や改正案ばかり打ち出し、自分たちの利益しか考えていない。自民党を今すぐにでも解体しないと、日本が危ない。一国の首脳、大臣として内政に限らず、外交や関係各国との連携も必要だとは思いますし、意義のある外交ならよいのですが、 それが実現できるのかただアピールをするための外交なら国内で内政で実績を残した方がプラスになるとは思う海外で言葉でアピールするくらいなら国内で内政に力を入れて実行力でアピールした方が何倍も評価は増える気がしますがただアピールのための外交ではないというのならしっかりと海外で 少しでも国民の多くが円安で苦しい生活を送る中総理をはじめとした各省庁の大臣以下がこれほど一斉に外遊とは果たして公務上どれだけ必要なのかと疑ってしまいます今回の外遊以前に各省庁に副大臣や政務官が果たして何人も必要なのか といいいうう気持ちででですそれぞれぞ副大臣1人だけでいいでしょう国民の代表である議員の定数は減らす一方で閣僚やその補佐を増やすのでは意味ないでしょうそもそもネットが整備されている昨今相手国の要人と会談しようと思えば Zoom でも何でもいいもちろん直接会うことに意味があるのは 理解できるが、その意味に何億もかけるほどの価値があるというならば、しっかりその成果を見せてほしい。とりあえず行きました、挨拶してきました程度に何億もかけるほどの価値は、国民には理解できないし、理解されない。外遊の最中に、これは公務だと言って、秘書官がお土産を買ってくるようなそんな予感さえしてしまう。別にに海外に行くななとは言わないが 行行くななら仕事で行きますみたいな雰囲気を出さず休みなんで遊びに行ってきますというスタンスであってほしい子どもの時は外遊というのは外国に遊びに行くことだと思っていた学校に入ってそれは視察などの政治活動のために行くものだと教えられた大人になってから外遊とは本当に国の金でただ遊びに行っているということを知る学校でも 本当のことを教えましょうね。海外旅行を行っている場合ではないでしょう。能登被災地は未だ水道は通らず、瓦礫撤去放置、災害住宅足りず。ボランティアも入らず、政府からは見放されているようです。海外旅行に12億円帳を使うのなら、被災地へ秘書連れて、バスで、ボランティアに入ってはいかがですか。そうですね。 何の利益もないことですから、本当に無駄な欠税消費、物価の異常な上昇と増税ばかりの生活を強いられている国民生活を一切、返り見ない連中ですね。本当に始末が悪い、最低です。そのお金を違う目的に使えないのでしょうか。少子化も過疎化も、よく考えたら外遊はできないはずです。 多額の国民の税金を使い最後の卒業旅行のつもりなのか。能登半島には行かずゴールデンウィークは回遊と相変わらずずれている岸田総理。政治と金問題にやる気ゼロの自民党に国民の怒りは沸騰している。だいたい9月まで岸田政権が続くのか。そこまでして総理の椅子にしがみつきたいのか情けない。火の玉、先頭に立ってと口先だけで 何の実態解明すらせず、岸田総理の頭の中は選挙しかなく、国民を見ていない。水面下では、岸田卸しが始まっており9月の総裁選で、続投を希望する岸田総理は引きずり下ろされることになるため、その前に、裏金議員らを道連れに解散総選挙を行う見込み、今回の処分で国民の理解はさらに不信を増し、一部にしか。 処分できなかった情けない自民党に代わり今度は国民が自民党に対し脳を突きつけ先日の補選に続き処分する時が来ました国民の皆様次回の選挙にはぜひ行きましょう